はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。魔王と勇者の珍道中パート3です。さあ、そうですね、ダンジョン進めていく形になりますけれども、なんか僕はものすごい侵食されてるんだけど、ほとんど誰も使わないからな。どっちなんですか。あ、これもシンボルエンカウントなんだ。へぇー。もうちょっといろいろ見ていきましょうか。あ、高かった。お、エーテル発見。どうしよう。まぁ、ちょっと軽くやってみますか、戦闘。さっき死んでたけどね。スライム3体。そういえば見たんですけど、長さってこれあったんですね。まあちょっと使ってみましょうか。あ、強っ！長さん強っ！え、結構強いな。え、じゃあこうしてこうしましょうか。わ、強いな。ポーション、ポーション。あれ、ポーション2つなんだ。何さん、あ、高かった。あ、ポーション発見。ポーションか。そういえば。そうだ、経験値入んないんだ。特定の条件じゃないと経験値って入んないですね。そうすると戦闘ってやる意味あんのかな。まあ、アイテム増やすって意味でやっていきますか。うわ、4体か。工具か。やっぱ強いな。こうで、おお。てか、初めからこれ気づけばよかったな。何してたんだろうね。エーテル、エーテル、ポーション。次どっちだろう。結構広いな。おお、ちょっと待って、危ない危ない。次、どこ行けばいいの？そこかな？待て、カトパゴ困った。フィンクスの羽毛だ。これで倒れても大丈夫。ああ、そっか。ああ。そうなんですよ。フィンクスのなんとか系って、ああ、そこ、ここ。フィンクスのなんとか系って、なんか、復活系のアイテムなんですよね。まあ、最後は適当でしたけど。エーテル。ちょっと待って。ちょっといろいろやばいから回復しようかな。あ、ちなみに魔王さんのところのベッドで回復できるんですよね。なんか疲れていたから休んでいこうか。貴様、どれだけ我が物顔なんだ。って感じですね。じゃあ、ちょっとセーブしていきますか。これでいいか。あれ？高岡復活してんだけど、なんで？え？これ一回出ると高箱で復活するの？
ポーション。お、ちょっと、ちょっと、狭い、狭い、狭い。え？え、復活してるよね。え？いいの？え、っていうか、これやってたら延々と入っても稼げるんだけど、それいいの？ああ、でもいいのかな、なんか。もやしこモードってあるぐらいですからね。え、ちょ。こっち出ましょうか。ん？これか。ん？イベント？いや、そういうわけにもいかんだ。マジっすか。嘘。そういう展開なの？え、ちょっと待って、力を溜めてる。まずい。あ、ちょっと待って。防御してる。それでもダメージ十分でかいんだけど。で、ああ、これ回復系か。あれ、ちょっと待って。どうなったんだっけ？こうか。あれ？ミリしか回復しないんだけど。ちょっと待って、なんで21しか回復しないの？おぉ、危ない危ない。おぉ、危ねえ。お、倒すな。凍ってる。ん？凍ってる？レベル差を手に入れた。うん、アモノがトラップとしては上出来だが、誰かで構わずなのが欠点だな。単に忘れられてんじゃん。そんなことがあってたまるか。あれ、フード割りか。え、凍ってるって何なの？あー、なるほど、そういうことか。ポーションってか高かったし、ポーションとエーテルの合成語なんですね。え、ちょっと待って、なんか、え？なんか歩いてんだけど。ポーションで、エーテル。あれ？エースの持ってどうかな？おー、ちょっと待って。え、ちょっと待って。心的が出てきたんだけど、まずいな。あ、間違えた。こうで、あ、ちょっと待って、強いな。無理だ。ちょっと待ってよ。こうで、もう倒した。ゴミ押し。おぉ、会心の一撃。ポーション。フェニックスの表取ったっけ？取ってなかった。あ、ちょっと待って。オッケー。じゃあ、ちょっと時間が切りっていうか、多分9分半ぐらいかな？ですけれども、ちょっと一旦戻って。で、回復して、ちょっと今回のパートおしまいにしましょうか。ちょっと待って、なんで入り口にいるの？どうやったらスルーできる？ちょっと、ね。シンポでエンカウントだな。わかりやすいっちゃわかりやすいんだけどね。はい、じゃあ、回復して、じゃあ、おしまいにしましょう。では、魔王、までいたセーブしましょう。じゃあ魔王という者の人道中パート3は以上になります。ご視聴ありがとうございました。